これレベルの高いところだったみたいで、僕らのところにクロさんが当たったとロッキーさんが当たって結構びっくりしました、ね、M2K ビニー vs クロビセン、M2K ビニーが見ての通り青ですね。字幕変えますか。ちょっと変えます。というわけで切り替えました。というわけでコメントに慶太郎さんがいらしてますね。Hi, Keitaro. I'm glad to see you on the comments.現状では割と五分五分ですね。ビニーの、やっぱり、ゲームウォッチ、だいぶダブルスで粘り強さを発揮して、ね、なかなか死なないんですよね、さっきから予選で見てても。結構軽いキャラのはずなんですけど、ちょっとこれでさすがに爆弾ではほんと死んでない、爆弾のずらしですね。バケツが深く回っちゃいますからね。もっと爆弾落ちちゃいましたね。さあこれでやはり日本側の黒帯新さんの有利になってきちゃいましたが、竜巻が元赤が竜巻光っちゃいますね。あ、入りました。まだダメですね。しっかり下スマを竜巻に合わせて、クライム通勤間に合わずに、まず1、3ですね。朝だいぶスネークが粘ってますが、これでベタナイトが死んでしまってスネークからライフをもらうという形になったんでしょうか。あ、カービィ使う人先ほどいましたね。あ、ゼロ3使い先ほどほんとしてましたよ。例えば、明日シングルスで現れるドイツのクイックシルバーさんが多分ゼロ3は注目ですけれども、あと池田さんやラキさん、日本でもそういうところがいますね。黒帯さん重いですね。あ、一気死んじゃいました。これで、M2K とビニーに、黒帯シンが大手というか、まあ、ゲームポイントをかけました。敗者がトーナメント始まるみたいですね。僕呼ばれます。おっとアメリカのボルトストームが、おっとこれも死なない、惜しい。しかし、アメリカのボルトストームが、敗者がトーナメントで呼び出されてしまってます。これで負けると終わりですね。ちゃんと上、今日は空中上を合わせてきて。M2K はそう簡単に、やっぱ避けるのが上手い選手ですからね。さすがに部活には近づかない。竜巻返して、しかし消されて、ゲムオがビニーですね。もっとなんか変なのを消して、これで